これはいわゆる売り上げだったり来店につながりますよね。うん、思い出させる認知を上げるアフターフォローと、うんうん、好感度を上げるアフターフォロー、うんうん。そもそもリアルでしか一番好感度上がってないってことはリアルしてる。はい、松田啓太です。どうもご覧いただきありがとうございます。今日もですね、テーマを直すためヒントだったりアイデアを治療館あたりお届けできればと思います。はい、松田さん。経営編だ。経営です。はいよ。お願いします。はいはい。今回が、うん、友達の治療家が。友達の友達？友達の友達ぐらいじゃ。いや友達の治療家が。友達の治療家が。はい。治療した後に、うん、そのアフターフォローが必要なんじゃないかなっていうのを言っていて。会議面白いのにアフターフォロー考えてるでしょ。バカじゃないの。早く始めろよ。すいません。何してんねん、もう。でも始める始める詐欺や。すいません。ちょっと。いいよいいよ。アフターフォロー、うん、どういうふうなのが必要なのか、うん、っていうのを気になってて。アフターフォローって何でするべきやと思う、はい、ちなみに。そうですね。今後また来ていただくためにとか。うんうん、じゃあ、はい、例えば自分が通ったことがある。リラクゼーションとか、はい、何かラーメン屋さんとか食べ物屋さん、はい、あります？何でも何でもいい。たまにマジでなんかメールが来るぐらいですね。あー、はいはいはい、はい、基本ないです。基本ないよね、はい、そう。例えば俺もちょスキヤとか行くの、そこら辺の、はい、一人暮らしになる時あるから、はい、夏休み冬休みとかうんうん、うん、スキヤなんてさ、アフターフォローなんかないよね。ないです。自転車出してきましたみたいな。あー、松田さん久しぶりですとか、そんなないじゃないですか。ないです、はい、もうただのお客さんとして見られてますよね。うん、そもそもですけど、アフターフォローをする前に、この来た時、なんでまた行くんですかって言ったら好きやね、うん。美味しいからですよ。例えば、俺ノースフェイス好きなんですよ、服がね、はい。ノースフェイスしか買わないっていうぐらい。おー。そうなんですよ。ノースフェイスなんで行くかって言ったら、そもそも素材がいいとか、着てて楽。うん、じゃあ、私のことを覚えてる店員さんいるかって、別にいないんですよ、うん。アフターフォローされてるかって、ないんですよ、別に。うん、だから、そもそも大前提ですけど、また行きたいっていうのは、商品ありきだってことはまず覚えてください。はい、いわゆる来た時、初回会った時に患者さんにちゃんと説明できてたりとか、治療でちゃんとこういう風な道筋で回復していきましょうだったりとか、会った時が一番だと思ってほしい。ただノースフェイス行こうとか、スキヤ食べたいなと思う瞬間があるんですよ、うん、これっていわゆるね、好感度を上げるっていうのと、この認知を復活させるっていうこと、認知と好感度って全く違うんですよ、うん、これアウェアネスとプレファレンスっていうんですけど、上がるのは会った時しかないんです。いわゆる初回で治療技術が良かった、話しやすかった、好感度っていうのはだいたいここの最初の時しか合わない。プレファレンスと認知を分けないといけなくて、このアフターフォローは認知のためにやってることが多いと思っててください。じゃあなんで俺ノースフェイスまた行くのって言ったら、はい、LINE とかハガキで新作出ましたとか、こんなもの出ましたよって来るんですよ。そしたら好きじゃないですか、だからまた行こうってなんですよ、うんうん。例えばスキヤパッて看板が目に入ったとか、お持ち帰り持ってる人見たとか、うんうん、あ、スキヤ行きたいってなるわけですよ、うん、アフターフォロー大事なのは、これ認知を上げれるかどうかってとか、じゃあすごく大事で、好感度を上げるアフターフォローもあれば、認知を上げるアフターフォローあるんですけど、そもそもですけど、直接会った時にできる好感度よりも勝るアフターフォローはないと思ってください。あるとすれば、会った時に上げた好感度をさらに上げていくような好感度の上げ方のアフターフォローはあります。けどゼロからの好感度を上げるってない。これ多分意味わかんないから今から説明するんだけど、はい、まずね、認知と好感度のアフターフォローがあるってことを覚えてください。で、認知で一番わかりやすいのが、これがね、売上と相関するっていうのが、ある会社は看板を出した数だったんですよ、ある時。何だと思います？看板出した数。そう、だから認知だから、ほぼほぼみんな好きなの、飲みたいタイミングがある、はい、だけど思い出した瞬間が多ければ多いほど売上が上がるってこと、うん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 、これ何だと思います？マック。わあ、違う。うわ、違う違う。まあ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 、惜しい惜しい。その線その線。飲んだこと絶対ある、みんな。飲んだこと？飲んだことです。わかります、絶対これ。スタバ？違う。飲んだことある？飲んだことある。これはもう看板の数で売り上げが変わるって言われた時期が、今はちょっと変わりましたけど、絶対見たことある。マジなんだ。自販機が多いです。コカ・コーラ。正解。そうなんですよ。コカ・コーラは飲んで嫌いっていう人あんまいないじゃないですか。そもそも飲まない人嫌いなんで、飲んだことがある人はいつか飲みたいんです、好きなんです、はい、ってなった時にいつ飲むかって言ったら、見た瞬間なんですよ。あ、赤い看板あーシュワッとしたいな、確かになるんですよ。コカ・コーラの看板とか見たら、コカ・コーラ書いてるだけでしょ、はい、コカ・コーラって書いてるだけか、コカ・コーラの瓶がパーンみたいなになってるだけとか、うんうんうん、なんか買ってくださいなんて言ってない。ただ
思い出させてるだけなんですよ。ああシュワッとしたいっていうタイミングにあるんですよ。そしたらコカコーラ買うの。で一番赤いさんは自販機ね、コカコーラだけ書いてるでしょ。もう赤の自販機見た瞬間もコカコーラって連想するぐらいコカコーラなんですよ、うん、あれはもう看板出したり認知をどれだけ増やせるか、これイコール売り上げなんですよ。じゃあアフターフォローされたか、アフターフォローなんですよ、あれが。あ思い出させるか。例えばこれを治療院で言うんであれば、リラクゼーションとかで話してると分かりやすいですね。一回で終わりそうなところを、あ、よかったなと思うわけじゃないですか。思ってて好き、好感度上がってる、LINE アット登録してくださいってよく言うよね。LINE でピコーンみたいな。何々さん、前の来店から1ヶ月過ぎましたが、そうそう、肩こりが、みたいなね。はい、あー、確かに確かに。俺のこと気遣ってくれて、夏が近づいてきて、肩こりが最後追い上げで、みたいな。おー、俺のこと気遣ってくれて、そんなわけねえよ。全部ステップ目だよ、と。ステップ流れてんだよ、と思うけど、あ、確かになって気遣ってくれてるな、みたいな。あー、ちょっとあそこ気持ちよかったし、行こう。これ、アフターフォローじゃないですか。うんうん、相手からすると、あー、気遣ってくれてる、LINE くれてる、クーポン、1ヶ月経ったから割引クーポン出ました。うん、これもね、いわゆる、こうアフターフォローになってくる。終わった後とかにね、また LINE が来るとかもそうですよね。何々さん昨日ありがとうございましたとかっていう風な、この認知を上げるっていうこのアフターフォロー、これはいわゆる売上だったり来店につながりますよね。だからこの認知上げるのがまず一つあると。で、好感度を上げるアフターフォロー、これ何だと思います？治療院だとね、これ圧倒的にこれ好感度。簡単に言うとですよ、あ、私のこと考えてくれてる、うんうんうん、やっぱ治療院だとそうじゃないですか。話しやすかったとか治療技術良かったとかもそうだけど、うん、やっぱ私のことをちゃんと考えてくれてるってすごく大事なんですよ、うん、思い出させる認知を上げるアフターフォローと、うんうんうん、好感度を上げるアフターフォロー、うんうん、私のこと考えてくれてるっていうアフターフォロー何がある？電話とか。お、いいね、始めりや、もう整体もそうね、その通りその通り。だから本当にもう電話でとかハガキで、昨日こんな症状でした、これはポイントはリアルで会った時の好感度高まったものをそのままもう一回思い出させてもらう、これが好感度上がるんですよ。いわゆるあなたの原因これですよねってリアルで話すじゃないですか、うん、これが原因でこういう治療した方がいいです、ただ書いたものをハガキで送るってめちゃくちゃ個別性が高い、私のこと考えてくれてるんですよ、うんうんうん、ただ口頭で言ったことを文字化して自分のカルテに書いたことをそのまま書いておくだけでもいい。何々さんはこの体のここの部分が原因で、お尻が原因と膝が原因なので、膝に対してこういう運動をしていって、だいたいこれをどれぐらいの期間でやっていきます、説明してるじゃないですか。これを文字にしてただハガキで送るとか、あと電話でこういう状況なんで昨日治療どうでしたって聞く。さっき言ったみたいにリアルでが一番いいの、効果が。それを強くする、もしくはそれを思い出してもらう、そうすると、あ、私のこと考えてくれてって好感度上がるんですよ、うん、だからこの好感度上がる。あとは、いやどうしようかなって、大体なんですけど家族と相談してみないととかなるんですよ。そういう時に家族さんとお電話させてくださいとか、家族さん次連れてきてくださいとか、これもいわゆる好感度が上がる、説明ちゃんとしてくれるんだなとか、家族にとか、うんうんうん、家族にちょっと説明してくださいって投げつけるんじゃなくて連れてきてくださいって私からも説明させていただきますって、これもいわゆる好感度が上がるアフターフォロー、私のこと考えてくれてるんだじゃないですか。アフターフォローもだからまず2種類があるってこと、認知を上げる、思い出してもらうアフターフォローと好感度を上げる。で、好感度を上げるのは基本的には1回リアルで初回で会ったことを思い出してもらうっていうアフターフォロー、この2種類があるよってことはぜひ覚えておくといいかなと。だから自分がどっちのアフターフォローをやってるのかを考えるといいかなと思いますけど、まあ、大体初回会ったところをもう1回文字で伝える、電話で伝える、家族さんにも伝えていくってすると好感度上がってきますよね、うん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 、っていう方が一番私はまあ最初にやるんだったらベストかなと思います。あ、なるほど、勉強になるでしょ。いや勉強になりますね。いや本当に認知度と好感度でまず分かれてるっていうので、はいはい、うん、まあそれぞれやっぱり訴求の仕方というか、うんうん、まあ、認知度だったらさっき言ったコカ・コーラの思い出させるかだし、ね、好感度は初回やったその好感度が上がるっていうのを、うん、それを思い出させるみたいな感じですよね。まずは好感度から。そうっす、分かりました。大事ですね、はい、やっぱね。まあ、このアフターフォローって言ってもなんか電話すればいいでしょとかなってるけど、うん、どっち上げてんのっていうのは意識しないとこれ強くできないし、うん、そもそも初回で好感度上がってない人に好感度上げようと思ってこんな原因ですよって送ってもはぁってなるわけですよだからこうやって意味がないわけだから、うん、もう大前提アフターフォローはアフターなんで、うん、そもそもリアルでしか一番好感度上がってないってことはリアルしてほしい。だからリアルで会った時にちゃんと相手が求めてるものをちゃんと提供できるかどうか、でそれをどうやって伝えようか、会わなくなった時にっていうふうに考えるとアフターフォローの仕方は分かりやすいし、あとは認知を思い出すためのものがある、まあ、この辺思い出しておくとまあいいかなと思いますんで、まあ、ぜひやってみてください。
はい、友達に伝えてみて、はい、まず自分がね、はい、やってほしいですけど、はい、はいはい、ということで、まあ、こういうね経営の話だったり売上を上げる話、あとはリピートを上げる話だったりとか店舗展開の話、こういうのをねまとめさせてもらった教科書をですね、東通帳カレッジっていう中の特典で教科書をまとめさせていただいています。月商100万円ロードマップってね教科書がありますので、ぜひ気になった方は下の概要欄の方に30日間無料で東通帳カレッジ試すことができますので、この中で話した経営の話だったりもっともっと深く学びたいという人はぜひね30日間無料で試してみてください。これ以外にも治療技術をね目線カメラでできるようになったりとか、あとはスライドで話ができる、あとは教科書をですね毎月発行させてもらったりとかもしてますので、ぜひ治療技術上げていく、そして経営をやっていく、この2つをねやるためにもぜひねこの東通帳カレッジ試してみてください。あとね今日の話よかったらぜひねチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとはねコメント高評価いただけるとすごく励みになりますので、ぜひね下の方にコメントよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はこれで終わっていきたいと思います。今日も動画の時どうもありがとうございました。また見てください。はい、ありがとうございます。あーしゃー、うお、二人の筋膜が来ました。そうだわ、すごいね、二人筋膜がいるとなんかもうこの部屋の半分筋膜スーツ着てますからね今ね。ちょっと嫌だな。本当に一家に一人ね。一家に一人はやばいです。いいですよ。なんすか、なんか、すごい戦略がめっちゃあるなっていうのが思ってて、なんか単純にやっぱりさっき松田さんも言ってたんですけど、うん、アフターフォローってまあ単純にまあ電話すればとか、うん、ハガキ送っとけばとか、うん、なんかメール定期的に送っとけばみたいな感じなのかなって思ったんですけど、もうそこもちゃんとなんか認知度から好感度からみたいな部分があるっていうのはこれ本当に大事やなって思いますね。本当大事、軽コメント、このみんな表ばっかパクるんですよね。アフターフォローがいいぞみたいな、はい、例えばねライズアップとかって、あの業界でボディメイクっていうのを作ったね、だからまあでも簡単に言えば筋トレですよ。筋トレにボディメイクって作った、でもあれはすごくこの戦術的に言うと LINE をやったりと、 LINE で毎日メールを LINE 送るみたいな、けどこれ戦略のバックグラウンドが理解できてないと LINE をやればいいんだってみんな LINE やるんですよ、で LINE やって大体みんな失敗するんですよ、これなんでかって言ったらライズアップってそもそも顧客が単価高いんで経営者さんとかが多いんですよ、経営者って大体友達いないから指摘してくれる人もいないから、斬新だよね、怒られるんですよ、何してるんですかって。確かに経営者さんはやっぱり基本的にはこの怒られることないし、その LINE で毎日来るってだけで結構それだけで価値があるんですよ、ってなるから LINE いいんですけど、普通って筋トレってこれトレーナーよりもお客さんの方が結構立場上のこと多いんですよ、通ってあげてるんだぞみたいな、ジムの感覚だから LINE なんかしたもんにはどうなるかっていうと対等になっちゃうから舐められるんですよ、だからこれって本当はトレーナーが上に来るようなこういう縮図じゃないと、これやってください、あれやってください、きついことだから頑張りますってなんないといけない、なのに LINE した瞬間こうなっちゃうじゃないですか、連絡取りやすい人、教師と生徒って感じになるとこれいいんだけど、これ生徒と生徒になったら筋トレやれよって言ってもなんでだみたいなやりたくないよみたいになるわけじゃないですか、これだからこれでしちゃうと失敗しちゃう、戦術ばっかり真似するんじゃなくてその裏側を真似するっていうのを背景を知らないといけない、だからこの辺のやっぱりところは比較的自分でも言うのはあれですけど上手い方かなと思ってるんで、戦略立てるのが、だからこの戦術だけ真似しないようにね、戦術だけ真似すると大体潰れるからマジで、だから戦術じゃなくて戦略、これを真似できるように、まあそういう話してるんでね、チャンネル登録絶対してね。治療院の経営やってるんだったらもうこれ以上勉強になるチャンネルないから、ヤマンも早く開業しよう。わかりましたということでね、治療院経営するんだったらぜひチャンネル登録、このチャンネルだけでできるようにしますし、もうよかったらね PTC も経営の勉強とかもできるし治療の勉強もできますんで、あとは環境がね結構治療院開業してる人多いんで、ぜひね概要欄の方からぜひチェックしてください。ということで概要欄チェックチェックチェック。